これまでの弾丸論破、謎のぬいぐるみによってついに始まってしまった殺し合い学園生活。疑心暗鬼の渦にとらわれる同級生たちを横目に、苗木誠と前園さやかの信頼関係は少しずつ深まっていった。脱出の手がかりを見つけるため話し合いを始めようとする一行だが、そこでキリギリ教皇の姿がないことが発覚する。不安と恐怖に怯えながらも生徒たちは作戦会議を開始するのだった。はい、どうも僕です。ということでね、今回も弾丸論破続きからやっていきましょう。ということで前回の続きということで、今回はみんなの活動報告を聞いていこうかなと思います。さあ、それでは前園さやか、じゃあ状況知らない苗木くんのために私から簡単に説明しておきますね。みんな手分けしてこの建物内の調査をしていたんですけど、あのですね、戸上くんと石丸くんは単独行動、あとキリギリさんもですね。はいはいはい、戸上くんと石丸くん、石丸くん結構みんなと行動しそうだけどね。さあ、それでは戸上くん、俺が調べたのは俺たちを閉じ込めた犯人についての手がかりだ。だがこれといった発見はなかった。以上だ。それで終わりか。発見があれば報告するつもりだったが、ないのだから仕方あるまい。そうか、了解した。意外と無能、戸上くん。はい、それでは石丸くんだね。石丸くんはさすがにね、あんな表情してたわけですし、さすがに何か手がかりを掴んでいるのでしょう。というか何を調べたのかもわかんないけどね。僕は寄宿舎エリアを調べていたんだが、そこで世紀の大発見を成し遂げたぞ。寄宿舎には全員分の個室が存在したのだ。いや、それみんな知ってると思うんだけど。そんなの知ってるよ、真っ先に確認したし。ドアにネームプレートが貼られてて、それぞれの個室が指定されてたわね。ご丁寧に名札付きの鍵まで用意してあったな。ってことはやっぱりさっきの部屋が僕の部屋だったんだな。それとあの部屋は完全防音みたいよ。私と藤崎で確認してみたんだけど、隣の部屋で大声出しても全然聞こえなかったよ。ですが清楚なシャワールームもありましたわ。鍵までついていましたわね。鍵がかかるのは上司の部屋だけらしいけどね。あれ、さっき調べた時は僕の部屋のシャワールームは鍵がかかっていたような。変だな。あとでもう一度調べてみるか。おいおい、つーかよ、勝手に個室なんぞ用意して何を勝手に泊まる長にしてやげんだ。成長せよ。バイオイはマシじゃないか。おかげでサバイバル生活を強いられる心配もないのだ。それで、あんたの報告はそれだけ。そんなはずないわよね、優等生さん。いいか、報告は以上だ。では次に移ろう。両方無能やないかい。あ、間違った。両方無能やないかい。一番有能そうな二人が実は無能だった案件。あのです。さあ、あとキリギリさんね。キリギリさんに関してはいないか分かんないと。で、桑田くん、葉隠くん、江ノ島さん、藤崎さんは一緒に行動してた。あー、さっき言ってたね、江ノ島さんと藤崎さんは。はい。私らは廊下や教室の窓の鉄板を片っ端から調べて回ったんだ。どこかに外れるのがないかと思ってさ。で、結果は全滅だよ、全滅。どの鉄板もびくともしないでやんな。どうしよう。どこにも逃げ道なんてなかったんだよ。この学校本当に封鎖されてるんだよ。やばいよ、やばい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 。マジでやばいって。どうすんのよみんな。おいおい、落ち着けって。俺までビビってくるつーの。なるほどね、結局収穫はなしか。いや、これみんな収穫なさそうだな。はい、葉隠れくん全く喋んなかったけどね。今3人しか喋んなかったよ。朝比奈さん、大神さん、そして大和田くんが一緒。ほう、なるほど、スポーツ系って感じか。私たちは学校エリアの方を調べてたんだ。どこかに外との連絡手段はないかなって。だけど何も見つからなかった。ごめん。玄関ホールに戻ってあの入り口の鉄の塊をなんとかできねえかと試してみたんだけどよ。俺と大神で束になっても歯が立ちやしね。いくら机や椅子でぶったたいてもダメだった。あれ、まるで鉄みてえな硬さだったぜ。いや、さすがにこの二人が無理だ。もう無理だわ。さすがに。そうですわね、鉄板ですから。やるやるだぜ。とにかく成功法であの鉄の塊をぶち破るわけにはいかねえみてえだぜ。なんだか泣きそうになってきた。でも我慢しないと、水分消費は抑えておかないとね。なら続きは我から話そう。
外との連絡手段とは関係ないが、少々気になるものを見つけたぞ。学校と寄宿舎の廊下には2階へと続く階段が存在したのだ。でもシャッターが閉じてて入れないんだよ。どこを探してもそれっぽいスイッチとかなかったし。つまり現段階では建物の1階部分しか調べることはかなわぬということだが、されど現状では入れる2階より上にはまだ可能性が残されているということにもなる。脱出口が存在するという可能性がな。なるほど、これ結構希望が見えたいい案件だったね。さ、それでは残りは誰だ。はいはいはい、セレスさんと深川さんと山田くん。はい、正確に言えば私たちは一緒に行動してたではなく、一緒に何もしていなかったということになりますね。ずっと体育館にいただけですから。そんな、だって学園内を駆けずり回って調査するなんて私のイメージじゃありませんもの。は？何もしないで体育館にいただけなんて、あんたら何考えてんの？って誰も誘おうとしなかったでしょ。一緒に行こうって言ってくれなかったでしょ。私をのっけものにするのがいけないのよ。それがいけないのよ。何よ、一緒に来たかったら自分から言えばいいじゃん。こっちから願い下げよ。あんたみたいなおギャルと一緒なんて。おギャル？あんたみたいに頭も体も軽そうな女って生理的に吐き気を催しちゃうの。ありえなくね。びっくりだし仰天だわ。ほぼ初対面でそこまで人の悪口を言えんなんて。まあまあ、お二人さん冷静に話し合うべ。こんな肌にも悪いしな。そうですよ、喧嘩するなんて仲がいいんですか、どうなんですか。前園さん、それは何か違うと思う。喧嘩するほど仲がいいのね。別の考え方。これで一通りの話は聞きましたね。じゃあ報告が終わってないのは私だけですね。あー、そっか、前園さんがいた。私はこの食堂を調べていたんですけど、奥の厨房にある冷蔵庫の中にびっしりと食材が詰まっていましたよ。どうやら食材の心配はなさそうです。いくら豊富でも15人もいたら何日持つのやら。あんたはごまでも食べてなさいよ。え？僕は鳥？心配ありませんよ。冷蔵庫には毎日自動で食料が追加されるらしいんで。とモノクマさんが言ってました。あったの？冷蔵庫を調べてたら飛び出してきて、それだけ言ってまたどこかに行っちゃいました。ラジコンとは思えないスピードでした。それって進出鬼没の動くぬいぐるみ兵器って怖いのか怖くないのか微妙な設定だね。でも大丈夫だった？クマに食われそうになったりしなかった？え？食われる？ねえ、それってどういう意味で？食われるってどういう意味で食われる？ちょっと！おいこれブーレー、アグレッシブすぎんだろ、タチの悪い酔っ払いか。実際つうか、タチの悪い酔っ払いなんていないべ。ちょっとあんたらふざけてんじゃねえよ。寝ぼけてんの？私ら監禁されてんのよ。いつ殺されてもおかしくないのよ。その女の言う通りだ。ふざけてる場合じゃねえぞ。マジでなんとかしねえとよ。あれだね、なんか不真面目そうな奴らがなんか真面目っていう。逆にと言いかけた大和田くんの言葉を遮るようにしてその声は上がった。ずいぶん騒がしいのね。余裕があるの？それとも現実を受け入れていないだけ？というやつは、キリギー君、今前何をやっていたんだ。とっくに会議は始まっているんだぞ。すると彼女は無言のままテーブルの上に一枚の紙を投げた。え、これって希望神で学園の案内図らしいわよ。希望神で学園の案内図？待て、どこでこれを。さあ、どこでだっていいじゃない。いい答えか、激しく気になるじゃないか。そんなことよりさ、この紙にどんな意味があるの？どうやらこのミートイズを見る限りだと、今私たちがいる建物は希望ヶ峰学園の構造と全く同じみたいなのよ。つまりここは正真正銘希望ヶ峰学園ってこと？そう、ね、構造だけはね。まあ、瓜二つのどっかの建物って可能性もあるからね。でもいろいろと妙な改築は入ってるみたいよ。改築？でも詳しいことはわからないわ。手に入れたミトイズは1階の分だけだったから。でも本当に希望神音学園だったんだ。他の場所に連れ去られたわけじゃなかったんだ。んなバカなことあっかよ。こ
男が国の将来を担うエリートさらで学園だ。でもさ、ここが希望神の学園なら他の生徒たちはどうしていないの？もうやめんで、そんな暗い話ばっかし。でも葉学園君は心配じゃないの？僕らのこの状況がさ、まさかお前まだ信じてないとか言うつもりじゃないんだろうな。心配？何の心配だべ。だってこれって希望神学園が計画したドッキリイベントだろ。実際こんなんでいちいち動じてたら口からエクトプラズムが出るって話だべ。だべ。カホは寝てまで、要はゆっくりイベントを終了待ちゃいいんだって。さっき爆発したばっかじゃん、モノクマが。あんたは何笑ってんのよ。よかったですわ、皆さんで手分けして調査した甲斐があったようですわ。あんた話聞いてた？どこに調査の意味があったのよ。逃げ道も見つからず、犯人の正体も不明なままで。調査したおかげで判明したじゃないですか。よろしいですか？逃げ場のない密室に閉じ込められたというのが紛れもない事実だということが。彼女のその言葉に僕らは黙るしかなかった。エッチじゃん。認めたくない現実、でもそれこそが僕らの目の前の現実だったのだ。言わないでよ、忘れようとしてたのに。出口もないところに閉じ込められて、どうすればいいの？簡単なことだ。ここから出たければ殺せばいい。やめろ。冗談でもやめろって。皆さん落ち着いてください。もっと冷静にこれからどうするべきか考えましょうよ。なんかいい方法ねえのかよ。適応ですわ。ここでの生活に適応すればいいのです。それって、ここで暮らすことを受け入れろっていうの？お分かりですか？適応力の欠落は生命力の欠落。生き残るものは強いものでも賢いものでもありません。変化を遂げられるものだけなのですよ。実はそれを踏まえた上で、私から皆さんに提案があるのです。提案だと？閉じ込められている以上、私たちはこの場所で夜を過ごさなければならないわけですが、皆さん夜時間に関するルールは覚えていらっしゃいますでしょう？夜10時か朝7時までを夜時間とします。夜時間は立ち入り禁止区域があるので注意しましょう。そして就寝や寄宿舎エリアに設けられた個室でのみ可能です。他のエリアでの恋の就寝は居眠りとみなし罰します。居眠りですら罰されるという。この夜時間に関してなのですが、もう一つルールを追加した方がよろしくありません？ルールの追加って、夜時間の出歩きは禁止以上です。校則では夜時間の出歩きは禁止しておりませんが、そこに制限を設けるのです。はあ、なんで？よろしいですか？このままですと私たちは夜になるたび怯える羽目になりますわ。どうすると、誰かが殺しに来るのではないかと。え？そんな疑心暗鬼を抱いたまま夜を重ねていけば、すぐに推奨しきってしまいますわ。なるほど。その防止策として夜時間の行動に制限をかけようということか。ただし拘束と違って強制力はありません。皆さんのご協力次第となりますが。でもそれさ、言ってもね、だって破ったからって何もないしって考えたら、別にね、誰も守んない気が、まあ、守ったとしてもやる人はやると思うんだけどな。でも私は賛成かも。そこのゴスロイの言う通りっつうか、ルールを設けなきゃ共倒れになりそうだし。行きたまえ。僕も男子を代表して賛成しよう。は？勝手に代表？いいですわね。皆さん賛成いただけたようですね。よかったですわ。では私はこれで失礼しますわ。どこに行くの？もうすぐ夜時間になりますわ。その前にシャワーを浴びておこうと思いまして。ごきげんよう。それではごきげんよう。適応してますね。適応してますね。セレスさんは優雅な足取りでそのまま食堂から出ていった。それは他の者の止める隙すら与えないような、ごく自然で当たり前の行動のようだった。ものすごい割り切りようですな。この場所に泊まることに何の疑問も抱いていないような。適応力か。どうすんの議長、人いなくなっちゃったんだけど。では今日の会議はこれくらいにしておこうか。なぜな、夜時間まで間もなくだからな。僕らも明日に備えるとしよう。本当にこんな場所でお泊まりするしかないの？仕方な
ゃ。寝なきゃ体力が削られるだけだし。やれやれだぜ。ちょっと待って、この頭面白い。ちょっと待って、このアングルめちゃくちゃ面白いんだけど、クロワッサン、いやコーンか、アイスのコーン。ごめんなさい、今日のところは諦めしかねえな。今日はそれでもいいとしても、明日か、どうするの。やはり今日のように手分けし調査を続けるほかあるまい。何か発見があったら互いに持ち寄ればいい。そうだね、そうしよっか。じゃあ解散ね。あたしも疲れたし。みんな重い足をいでそれぞれ個室へと向かっていった。ナイキ君、私たちも行きましょうか。うん、そうだね。なるほど、結局何も進展せずと。本当にこの部屋で泊まるのか。そうだ、休む前にシャワールームをもう一度調べておかないと。女子の部屋だけ鍵がかかるはずだったよな。あー、そっか、はい。よし、開けてみよう。開かない、間違えられた。実は苗木くん女だった説。ダメだ、やっぱり鍵が。ブブー、鍵じゃないよ。うわ、リアクションが大げさだな。まるで人を幽霊みたいに。あれあれ、いや、この場合はクマを幽霊みたいにが正しいのかな。な、何しに来たんだよ。苗木くん、マジヤバだよ。マジカルなヤバさだよ。ウルトラマジカルヤバヤバアタック。実は君の部屋のシャワールームだけドアの立て付けが悪いことが判明したのです。ドアが開かないのは鍵じゃなくて立て付けのせい。あのね、お知らせ読んでないですか。字が読めないですか。男子のシャワールームには鍵がかからないですよ。だって男子のシャワールームに鍵があっても意味ないじゃん。いや、わかんないよ。ホモホモチックな展開が待ってるかもしれないよ。いや、意味はなくはないけど、僕は、なんて書いたのこれ、わかんないよ。とか、ユリとか詳しくないんで。とにかく、その立て付けの悪いドアを開くには、ちょっとしたコツが必要なわけで。僕はそれを教えに来てあげたんだよ。いい？ドアをひねりつつ、上に持ち上げるようにしながら開けるんだ。ほで、やってみ。ドアをひねりつつ、上に持ち上げるようにしながら。するとドアはあっさり開閉することができた。へー、開いたね。でもさ、笑えない。君の部屋のドアだけ立て付けが悪いなんて。だって超高校級の幸運なんでしょ。それなのに全然ついてないじゃんね。じゃあ僕は唐突な感じで帰るね。おい待てよ。くそ。お、あら、さっきいたばっかなのに。校内放送です。午後10時になりました。ただいまより夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされますので立ち入り禁止となります。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。おやすみなさい。夜時間か。外出の禁止は約束だったよな。今日のところはもうおとなしく眠るしかないってことか。そんな独り言をつぶやきながら僕はベッドへと倒れ込み、それと同時に目を閉じた。眠かったわけじゃないけど、ただものすごい疲労感だった。まあそらそうだろうな。まるで一日中ぶっ通しで映画を見せ続けられたような疲労感。自分がフィクションの世界に放り出されてしまったような感覚。当たり前だ、いきなりこんな状況に巻き込まれて簡単に受け入れられるわけがないじゃないか。まあそうだよな、もうフィクションだもん。言っちゃえば言っちゃえばもうフィクションみたいな状況だからね、これ。こうして希望ヶ峰学園での初日は幕を閉じていった。このまま眠ってしまって目が覚めたら全部夢だったなんて、そんなオチはどうだろう。オチとしては最低だけど、でも最高だ。それが一番いい夢オチ。モノクマ劇場。何急にどうした。整った整備、優しそうなモノクマ先生。そんな中でこれからの日々がスタートを切ると思うと、僕はとても誇らしく嬉しくてなりません。
今日は私たち新入生のためにこのような素晴らしい式典を執り行っていただき誠にありがとうございました。希望が峰学園の生徒として自覚を失うことなくそれぞれ新しい自分の理想を目指して明日からの生活を送っていくことを誓います。いや、なんだこれなんだこれ。お前ら、おはようございます。おはようございます。朝です。7時になりました。起床時間ですよ。さて、今日も張り切っていきましょう。行きましょう。朝らしいな。窓がないか確かめようもないけど、とにかく今日はこれからどうしよう。とりあえず前園さんを誘って彼女と相談してみようかな。僕の助手だってそう言ってくれたんだしな。よし、思い切って彼女の部屋に行ってみるか。そう決心を固めたところで僕は自分の部屋を後にした。おー、石丸くん、どうもどうも。と言いたいとこなんですけど、まあ、時間もいい感じなんで今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。ということで次回は前園さんを誘ったりだとか、まあ、ここにいる石丸氏を に話しかけたりだとかして、まあ、ストーリー進めていこうかなと思います。それでは今回はここまで、バイバイ。